最近スキニーデニムもタイトなスカートもなんか決まらないんだよねってあなた、それお尻が下がってきたせいじゃないですかね。お尻の位置がね、こういう風に下に下がってお尻がふにゃふにゃだとどうしてもかっこよくパンツやスカートを履きこなせないですよね。お尻がキュッと上がって高い位置がフィットしているとどんな服もかっこよく決まるんです。しかもお尻に力が入らなくなってきちゃうと下半身だけの問題じゃなくて腰が下がって猫背になってお腹はぽっこり、全身のスタイルが悪くなっちゃうんですよね。お尻にキュッと力が入ってると骨盤がしっかり安定してその上の体幹もしっかり安定するので肩甲骨もいい位置に収まって勝手にかっこよく立てるようになります。そこで今日は毎朝たったの30秒でこのお尻をプリッと引き締める方法を皆さんにご紹介します。毎朝メイクするのと同じように体もちょっと筋トレをしてボディメイクしてから出かけていくとその日1日お尻の筋肉のスイッチがオンになるので1日中お尻の筋肉が使われてどんどんお尻が上がってきます。騙されたと思って毎朝30秒続けてみてください。やり方は簡単。起きたまま布団やベッドの中で OK です。うつ伏せに寝て両膝を開いて足の裏と足の裏を合わせます。そのままお尻に力を入れて足を持ち上げます。5秒間我慢してゆっくり下ろします。せーの、1、2、3、4、5。せーの、1、2、3、4、5。お尻痛い。あと2回せーの、1、2、3、4、5。ここが痛い。ここパンパンになってきました。最後もう1回せーの、1、2、3、4、5。うわー痛い。5秒を5回やるだけでね、ここお尻がすごく痛いと思います。今触ってみるともうすでにお尻プリプリになってますよね。もうこれで十分お尻のスイッチが入るので、このまま立ち上がればお尻プリッとしていますから見てみましょう。LINE 公式アカウントでは登録していただいた方に年齢に負けずに好きなことを楽しむための3つの秘訣という動画を限定プレゼントしています。説明の欄から LINE 公式アカウントというところをポチッとしていただいて、ぜひ登録して私にメッセージをください。お待ちしています。さあ立ってみてどうですか。なんか勝手にお尻にスイッチが入ってますよね。もう勝手にちょっとプリッと、さっきまでへなーって柔らかかったお尻が立ち上がっただけでね、ちょっとこの辺プリッと上がって、触ってみると弾力があると思います。これねパンプアップって言うんですけど、ここがねキュッとしまって今パンプアップしてる状態なので勝手にお尻が上がってるんですね。でこのままねいつものパンツ履いたらかっこよく決まるし、しかも一日中お尻のスイッチが入ってるので歩けば歩くほどさらにお尻がアップします。そしてこの辺のねたるんじゃった脂肪っていうのはこの筋肉にキュッと引き上げられて上に上がってきますから、どんどんかっこいいお尻になっていくんですね。たったの30秒ですから、朝起きたらくるっとうつ伏せになってふーん頑張ってお尻のボディメイクですね。お顔のメイクの前にお尻のボディメイクをしてから出かけるように習慣づけてください。そしたらどんどんかっこいいお尻になって、お尻がかっこよくなると全身がかっこよくなります。ぜひ続けて感想をコメントお待ちしています。ぐんぐーん、お尻かっこよく、みこハッピーワンポイント。ダイエット中に食べちゃいけないものはない。ダイエット中の一番の敵は何かっていうとストレスなんですよ。
あれ食べたいけど食べちゃいけない、これ食べたいけど食べちゃいけないって思えば思うほど、どんどん食べ物のことばかりが頭に浮かんで、でも食べちゃいけないと思うから、どんどんストレスが溜まって、より一層何かを食べてそのストレスを埋めたくなっちゃうんですね。そこの悪循環に入っちゃうと、どうやっても痩せられないし苦しいし辛いので、食べちゃいけないって思うんではなくって、食べ過ぎちゃいけないって思うようにしましょう。私も大好きなパンケーキだとかサクサクの揚げ物とか、もちろんね、全然たまには食べてますよ。ほんとね、好き、美味しいもの大好きなので。だけどやっぱ食べ過ぎちゃうと、どんどんお肉がねついていっちゃいますから、食べたらやっぱりその後は野菜を食べたり、健康的なものをね食べたり、あとは体を動かしたりって言って調整をすることによって太らないようにキープしてるんですね。なので食べちゃいけないっていうストレスをためないで、美味しいものは食べる、そしてその後は運動して、また健康的な食事をとってっていう風にして、うまく調整していくことで太らない体を作っていけばいいので、食べちゃダメって頭をいっぱいにして、ストレスをためないようにして頑張りましょう。これは煙に覆われた煙突町でハロウィンの夜に起きた奇跡の物語。一人ぼっちのルビッチと突然街に現れたゴミから生まれたプペル。日本中が感動した大人も泣けるあの大ヒット絵本がついに映画化。煙突町のプペル。LINE 公式アカウントでは登録していただいた方に限定動画をプレゼントしています。年齢に負けずに好きなことを楽しむための3つの秘訣という限定動画を配信していますので、ぜひ登録をお願いします。右下の逆三角形をポチッとしていただいて、そこから LINE 公式アカウント登録お願いします。また本気で痩せたいというあなたには、私がビデオ通話を使って直接フォームのチェックをしたり、ダイエットの相談をしたりできるミッコダイエットパートナープログラムというのも初回体験していますので、ぜひ一度お悩みを相談してください。ではこれからも一緒に頑張りましょう。うーぐんぐん40代からの動ける体チャンネル登録お願いします。まだまだ動ける